森工業株式会社は、大阪市中央区南波に本社を置く鉄鋼、ステンレス缶の製造を行う企業である。緑会の会員企業であり、三和グループに属している。創業者の森明町が1929年に、大阪、堺で自転車用のマイホーク製造を開始する。後に、ステンレス缶の製造を開始。さらに自動パイプ切断機などの製造も開始し、 事業を拡大していく。自動車や建築向けに強く、高いシェアを誇る。ステンレス情報を育成中。関西地盤であるが、関東も進出している。一般向けでは、工術の物干し用品、キラキラポールの CM で話題を呼んだ。二千十八年十月まで本社が所在していた、俺新斎シ,シビル、キラキラポールの CM は、関西テレビフジテレビ系列で放映されていた。 三市のアイラブ、爆笑クリニックなどの番組スポンサーとして全国に放送された。関西地盤のため、セリフに関西弁を使うなどが特徴である。1991年頃に制作された CM では、大阪府の中小バス会社である、混合自動車の路線バスが使用された。他にも、香港の高層住宅に住む上と下の木座橋に住む。 住人が争う様子を映した CM もある。ありがとうございます。